皆さん、おはようございます。小野坂正也のニューエグ TV 始まりますよ。怖いなんかちょっと打ちました。なんですか？この間ね、現場で上田ひとみさんとたまたますれ違ったんですよ。アニメで、おー久しぶりって、すごい手を振ったら、ポーって手振り返してくれて、優しい子やなって思いました。その時ね、距離はどれぐらいなんですか？距離はね、これぐらいかな。え、寄ってきてくれるんだけど、たった、小西さん、ここにテーブルがあんねん。テーブルがあって、もう彼女たちはスタジオに入るとこやった。ちょうど。で、その時に、また呼んでくださいって。嘘やん。また遊びに行きたいですって言ってくれてましたよ。小西君。それを小野坂さんに忘れずに伝えなきゃいけないと思って、俺はもう手に書いてきましたもんね。バカじゃん。ほら。バカじゃないの。どこに？ないんやん。嘘かい。俺の方が順やった。順調すぎるんですよ、あなたは。小西君。って言うてくれたよ。言うてくれてましたよ。完全にですけど、これ。はい。社交辞令です。いやいや、あんないい子がさ、社交辞令を言うはずがないよ。小西さん、社交辞令です。だって彼女の趣味を僕たちは見つけてあげないといけないんだよ。小西さん、覚えてるそれ小西さんだけですよ。嘘でしょ。俺はそれを信じて。スタッフも忘れてるし。お前ら忘れとんのか。忘れてるし。おい、どうなっとんねん。それを信じて毎日生きとんのに。リリアンとか言ってた時ね。言ってた時。リリアン覚えとるやん。言ってた。リリアン忘れとったわし。リリアンわし忘れとるいましたわ。ほんまか。逆に。二人合わせてようやくパズルのピースが合うねんな。ようやく一個のものになりましたね。小西君、はい、今日はね、なんと忘れてませんか、小西さん。何を？メカニカルダービー競争。メカニカルレースホースやん。メカニカマシーナリーレースホースね。マシーナリーレースホース。小野坂さんが言ってた間違い、うん、そうです。そのまま言うとこだ。こちらです、ね、これで以前ね、はい、レースしましたね。これやりましたね、はい、これでスタッフが、うん、わざわざトラをね、そうそうそう、取り寄せてくれて、同じね、種類のやつありますよ、言うて。で、これも一緒に走らせてくれたんですが、これがモーターを強力のに変えたにもかかわらず、猛烈に遅くて、僕ら、大笑いしてしまいましたよね。しました。で、なんやねん、これ。使われへんわ。この子もうずっとほっぽろかし。馬だけで遊んで。何にも触りませんでした。はい。僕、家帰ってよく考えたら、虎の味方なんで、なんや言うて竜と虎じゃないですか、うん、なので今日この虎を、はい、その馬に、うん、勝てるように、うん、猛烈にスピードアップさせます。できるかね。できるか。できる。やん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 。今日は虎を改造します。できるのこと俺が忘れてた。さあ、小西君、はい、今日はうちの工具もあの全部出してきたんで。おすごい。ハンダゴテももう全て今日は何でもできます。なんかもうこのテーブル穴開けて、うん、虎にすることもできます。マジでそれやろうよ。それがそのおもろで。あ、できません。動画伸びるでできません。まず小西君、どれぐらいのこの子がスピードだったのかっていうことを、うんうん、ちょっと知りたいので、馬とどれぐらいスピード差があるかをちょっとやってみたいです。これも新しい電池かどうかわかんないですけど、うん、これ小野坂さん号です。あ、俺号ね、うん、じゃあちょっと虎さん走らせてみましょうか。虎やってみましょうか。どれぐらいのスピードだったのかっていうのを。もう虎っていうよりもパンだよな、これ。これはでも、勝てんやろ。いやいや、こんなスピード、いやいや、速っ。これまずじゃあギャロップ方式にやってみようか。これが馬の走り方。進まんねえ。ギャロップなんでできへんねや。これグリップしてないからじゃない、足。
4本ともクリップするからか、ああこれが。だから滑ってないんやな。滑ってないってことか。前にね。なるほどなるほど。つけようか。ちょっと、足つけてみるわ。うんこ？うん？何？足つけてみます。なんでうんこやん。うんこって言うたやん、今。うんこって言ってないです。これもしかして、あおいおい、タミヤさんやりやがったな、これこれはお前ボディ逆にしてるだけで同じもんやないかい。ちょっとちゃうかあれちゃう、全然ちゃう。このシャフトのホイールベースが全くちゃうねん、馬と。足がやっぱり短いようにできとったんやな。どうよ。まずこれが馬のリンクはもうあの丸やね、うん、だからどうしてもこれギュッてこうこういうので縮めてまわないと、うん、そうしようよ。だから縮めます。ちょっと輪っかをずらすだけでいいと思うんだけどね。 こういうことでしょ、小西くんのやりたいことって、うん、こういうことでしょ。そう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 、これでいけんかいな。オッケー、こういうことや、リンクいけた。うん、それで動くんかね。これで怖いのは動けへんかった時やな。えいよ、おお、あ、動く動く。リンクがこっちが外でこっち内、これはこっちが内でこっち外。お、間違ってる。くっかとんのかい間違ってんのかい。ということはどっちをどうしたらいいの。こっちをどうする、そっちをどうするわ。これをえ、そっちをどうするわ。じゃあ小西くん、あの今重要なとこやってるから、そっちをこうする、どっちをこうする。うるせえな、もうしょんべん引っ掛けちまえ。そっちをこうしてどうする。オッケーオッケー、こうだ、こうだ。しょんべん引っ掛けちまえ。おお、すごいやん。これちょっと早いで、多分さっきより早いな、うん、これで遅かってもモーター変えるから、こっから、うんうん、さらにね。わあ、アクティブどういうことやこれ。なんでや、なんか途中で引っかかって方向が変わるな。ああ、わかったわかった、そういうことか。これがちょっとブレーキが強すぎねんな。おお、早い早い。え、優秀ちゃう割と。これちょっと一緒に走らせてみたらいいんじゃない。どれぐらいまで来たか。嘘だろおい、嘘だろおい、離れてもて。嘘だろおい。いや、割と早なったけどね。わ、早なった、だいぶ早なった、だいぶ早かったよ。パンダからレッサーパンダぐらいになってるからねスピード的には割といけてるけどね、うん、これなんや、なん、やっぱギアか。じゃあ回転速度も違うから。あ、違うな、違うぞ。3つ使ってますわ、ギア。トラ、馬、あ、トラやろ。こうなったらさ、ギアか。そこのボックスを馬のボックスに、馬のボックスできんから小西さん、できます。そしたらもうここからモーターも変えなきゃいけないから、うん、大手術が始まります。ちょっと待って、よく考えたらこれもうボックスまで変えたらもう馬やないや、でもいやいや、小西くん、こういう歩行は残します。やっぱりギャロップはダメです。ギャロップしちゃダメ。馬、馬じゃないもん。もう馬やんな。これが虎のギアボックスですね。あいつ虎をミニ四駆の上に乗せる気ちゃうか。
これもモーターもええもんかやったと思う。赤いやつやな、これ赤いやつやな。いや、それプラズマダッシュあんねや。プラズマダッシュのモーターってすごいな。プラズマダッシュにしようや。モーターの作りがもう全く違ってんねん。なるほどね。見て、これ見て、ここ見て、これこれほら、ここ普通のモーター、これここの肉抜き見て、これここ、これね、ここに熱が集まるのよ。だからこれ放熱板ついてるのよ、ここに。このプラスチックやから、これこっちはね、安物のモーターは。これ見て、これプラズマダッシュ、もうこれは日本の誇る工業製品ですよ。これこんなんもうちょっとほら、プリウスに使われてても不思議じゃないでしょ、これすごいよ、このモーター。ここすごいモーターやな。なんでこれ子供のおもちゃでこんなん使わすんや。アルカリ乾電池では高性能を発揮できません。タミヤ製の充電池を使用してください。え、そんなすごいの。使い方が悪いとモーターの熱でシャーシが変形することがございます。スペーサープラズマ、おい、よっしゃ、今からこちらのプラズマダッシュモーター、この何の変哲もないしょうもないギアボックスに組み込んでいきますよ。ガッシャーン、これはええモーターやな。小野坂選手、初めての回答です。これはええモーター、でもかっこよすぎへん、これチョロ Q でいうとこのブラックモーターやな。え、ちょっと太い目のコード線でつけていったろう、うん、もうほぼ馬のパーツやな。もしくは言うたあかんって、それは。トラも喜んでるよな。あとどれぐらい放置してた。完成しましたよ。何を作ってんの、そういえばマジックモーター。え、虎に乗せるジョッキーをこう、小野坂をこう作ってましたから。虎はジョッキー乗せるとこないよ、だって猛獣やもん。小野坂さん、ん、虎に乗ってみたくないですか。ない、も、も、乗ってみたい。ないって言うたらなんでさ、持ってみ、見たすぎて、うん、ちょっと焦ってもうて。そのために、小野坂さんの夢を叶えるために、見てください、このお尻を突き出した。おぉ、かっこええ。お尻を突き出した小野坂、まさか。ね。ちゃんと取って。よーっとって。はい、使い終わったら、背抜いて。よし。ね、アイロンと一緒。めちゃくちゃ綺麗だ。ね、こちらは線なんですけど、こちら線なんですけど、青の方と黒の方を合わせてみまして、こちら赤とオレンジを合わせてみましたということでね、色のバランスがいいですね。はい、ちょっと固めなんでテクスチャーになってますね。柔らかいよ、線だ。
また合わなくなっちゃう今度モーターの足からね、モーターの足からだと合わなくなっちゃう。いやいやいや、ゴリさん、ん、どうだよ、どうよまず、まずですけど、ゴリさん、このような形になってこれ、トラの足がええんちゃう、もしかしたら、ほん、長いから調整できる？調整できます。下げられる？ギアの位置、一つ下がります。馬はこの位置なんですよ。下げられたとしたら、うん、その足は大丈夫？大丈夫です。すげえ来ましたよ、コネさん。ただチートラ、このスピード、チートラチーターの足と、うん、トラの体を持つ動物、チートラ。いや、馬やん。いや、これはチーターです。あ、あ、僕助けてあげて。助けてあげて。あ、ブリッジですね。滑ってるね。嘘やろ、おい。待て、トラ君。ブリッジしないの？急がなきゃ、急がなきゃ。あああ、急がなきゃ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 。だいぶ早い、だいぶ早い、だいぶ早いぞ。だいぶ早い。わかった、わかった。そうか、これでグリップ上げとったらいいね。ちょっと後ろ足をさ、はい、スポンジつけられへんかな。滑ってるもんね、明らかにね。はあ、なるほど。あ、なるほど。虎の時は4足歩の時は4つともにスポンジがついてた。いけそう、なんとなくいけそう、ね、試すだけは試せそう、うんうんうん、やっぱりパワーが強すぎてね、うん、そのいろんなところに飛んでいってしまう力が、ああ、だからもうグラ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 フラ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 して、ええ年してんのにフラ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 して、グリップがグリップ効きすぎて、もうすごい、こういう風に作ったおもちゃみたい。あったよね、こういうおもちゃ、うん、あったあった、この立つやつ。これすごいぞ、これ。すごいぞ、これすごいおもちゃ作ったぞ、俺。これほら、これすごいよ、これ。これしかなかなかよ、これ。これ2個作ったら、うん、相撲取れるよ、お前これ、ええのできた。2個作ったら相撲取れんな、これ。ええの作ってもたな、これこれすごいな。グリップが効きすぎてんの、うん、結局ここなんちゃうか。そうそうそう、そうやって上げた。ああ、そういうことね、うん、俺はそれを上げと言う。あ、はいはい、これや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 、このパターンや。これしたなんか、これや、これや、なんか敷いてやったら、これ絶対走んで、これ、うん、プリティダービー勝てんちゃう？勝てるよな。あ、なんちゃらプリティダービー、プリティダービーに、馬なんちゃらプリティダービーにな言って持ってるけど、テンテテンテンテテンテテンつってさ、うん、バシャーン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 ってなって、ガチャンってなって、これ出てきたら怒るで俺テン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 ガシャーンって。小西君、軸がちょっと長すぎてんねんな。あ、ほんでここの間に何か入れるものが
あった方がいい、うん、そしたらよ、うん、このポリキャップの先切ってよ、あ抜けるようにしてみるか。ちょっと切るの失敗したけど、こんなにね、そうなんですよ。これぐらいはどう？あこれはベストかもしれんな。その長さどうよ？ちょうどやな。できました。頑張るとらーって言いました。えめっちゃ安定したやん。気になるとらーって言ってたよ。おい自分で帰ってきたよ。この子ラジコンや。優秀やな。ラジコンや。もう映れ。あ早い早い早いや。まあまあや。まあまあ早いよ。この馬のさ、歩幅がすごいんだな。まあ明らかに違うからでもやっぱり。いや相当早くはなりましたけどね。どうやったらもうちょっと速くなるか。結局それだけ歩幅に差があるわけじゃないですか、うん、回転数を上げていくしかないよね。でもね、そうなると、でもそうなると、うん、回転数を上げすぎると足が長いから、うん、跳ねるじゃないですか、うん、今度、うん、それを抑えなあかんから、これ虎の足にしたらいいんじゃない。どう虎の足。やっぱりね、うん、短いやつで足を虎にするのがいいんじゃない。一番いいのはやっぱあれやったよな。モーターを変えるだけが良かったのかもね。ギアボックスと。ほうほう、これでってことか。うん、で、リンクを。あ、できたできた。こういうことですね。うん。はい。これでこの綿をつければいいのね。足。全部綿でしたっけそれね。綿や。全綿。うん。電池を新しいの変えたらもっと違うかもね。もしかして禁断ですよ。禁断ですよ、小林さん。早っ。やんちゃやな、君。君だいぶやんちゃやな。これ尻尾の動き超かわいいやんけ。君だいぶやんちゃやないか。落ちんのかい。いやこれこのグリップのところをちょっと調整するだけで、うん、相当スピード上がりそうやね。ね。NHK の映像みたいな、その手元を撮ってんの。めちゃめちゃ跳ねんな。青山君がこう助けようとしたらね、ああ勝手に帰ってくるっていうね。いやだいぶ早なったんじゃないですか。だいぶ早なったね。ただこう下のグリップよね、これね。うん、カン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 言うところがどううまくグリップするのかっていう、こういうコースやから、うん、多分ブレはなくなるから前に全部行くと思うね。なんかあったんやろな、人生。嫌なことがね。嫌なことあったんやろな、多分。さあということで、小石さん、はい、今日は虎を強くしました。こちら、はい、虎を強くしました。はい、だいぶ強くなったと思います。だいぶ考えに考え抜いた結果、元に戻ったっていうことですね。これならもうサバンナ出しても、うん、あの獲物を獲物、ね、狩ることができます。こう足のグリップさえなんとかなれば、もう動き的にはもうめちゃくちゃ速いですから、これ。ほら、むっちゃくちゃ。逆にパワーがありすぎる可能性あるね。あとはもうボディにいっぱい穴開けて軽量化図らんとね、スピード出すために。
婚式の、それはもう無意味ですよ。え？なんでですか？だってノリトラさんみたいな時の。行け、俺の鳥、トラ、トラ。あ、もうか。よし、ということで今日あの調子悪い時は二人とも調子悪いからね。高西山さんのこと。高西山さんのこと言ってた。大きい声出してもそこで終わってしまうんですよ。これで馬に勝てる虎を作ってみました。皆さんもぜひ歌とかね、亀でね、今度はね、挑戦してみてくださいね。よい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 よ、チューバーニャン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